皆さんこんにちは、クリップラボです。今日は無料動画編集アプリキャップカットでできる映画風エンドロールの作り方についてお話ししていきます。まずはイメージしやすいように今日作っていく動画の完成動画をどうぞ。はい、こんな感じの動画を作っていきます。ウェディングムービーのエンディングやショートムービーの終わりなど、動画作品にキュッと締め感を出してくれますので、ぜひ作ってみてください。すべて同じプロジェクトで作成してもいいのですが、今回は要素が多くごちゃごちゃしてしまうため、今回は左側の映像部分、右側のスタッフロール部分と分けて作り、その後それらを合わせる方法でエンドロールを作っていきます。まずキャップカットを開いて左の映像部分を作っていきます。素材を選んだら一番最後のキャップカットのロゴは削除しておきましょう。動画をつないでおくだけでもいいのですが、個人的なこだわりとして映像の切り替わりを曲のテンポに合わせたいので、実際にエンドロールで使う曲を入れます。オーディオから楽曲を選んで入れたい曲を挿入します。サウンドバーをタップして下のマッチカットを押してください。これで曲のテンポに合った目印がつきます。あとはこの目印に合わせて動画の長さを調整します。長さの編集が終わったら音楽は一度消しておきます。これだけでも良いのですが、よりエンドロール風になるように各映像に加工を加えていきます。素材をタップして下のタブを右にスワイプをして、フィルターを押します。この中で映画風になるものとしては、日本のドラマのタブから O ログや B ログなどのフィルターがいいと思います。他にもいろいろありますので、お好みで設定してください。ただフィルターは一つごとに変えたりせずに、すべて同じフィルターの方がいいと思います。フィルターの加工が終わったら、さらに下のエフェクトから動画エフェクトを選んで、上のタブのレトロを選択して、その中のフィルムフレーム1を選ぶと、より映画風エンドロールに近くなると思います。このエフェクトを動画の最後まで引き伸ばします。ここまでできたら左側の動画部分は完成なので、一度書き出しましょう。動画を書き出したら右側のスタッフロール部分を作成していきます。新しいプロジェクトを押して、右上の動画をストックから真ん中の黒い画面を選びます。先ほどと同じように一番後ろのロゴは消しておいて、この黒い画面を適当な長さまで伸ばしておきましょう。下のテキストを押してテキストを追加を押します。ここでエンドロールの文字を入れていきます。1文字目を作ったらフォントを選び、サイズを少し小さめに設定しておきます。この辺はお好みですが、真っ白い文字だと少し浮いて見えるため、下のバーから不透明度を下げておくとよりいいと思います。ここまで完了したらチェックボタンを押し、テキストを挿入します。下のアニメーションからループのタブの中からスクロールを選びます。
この時秒数は最大の5秒にしましょう。5秒が選択できない場合は、下のテキストバーの長さが短い可能性があります。画面のようにテキストの表示時間を長くして、再度アニメーションを設定してください。ここからはお好みですが、先ほどの映像と同様に曲のテンポに合わせてテロップを出していくため、使いたい音楽を挿入してマッチカットからテンポを表示させておきます。この時合わせるテンポは再生する場所でなくて大丈夫です。曲のテンポはだいたいどこも一定なので合わせる位置はどこでも大丈夫です。途中でスピードが変わるタイプの曲は例外になります。次に表示時間についてですが、曲はだいたい1小節。テンポ4つ分で区切りが良くなっており、2小節テンポ8つ分で1セットになっていることが多いです。小節を意識してみると曲との融合感がより強まりますのでおすすめです。今回は曲のテンポ8つ分の長さにしていきます。ここまでできたらスタッフ分テキストを作っていきます。流れてくるスタッフロールごとにいちいちこれを設定するのはめんどくさいので、下のコピーで複製をしていきましょう。画面ではまだコピーしたものが重なっている状態ですが、再生位置をずらすとこのように一定間隔で2つ目のスタッフロールが流れていきます。どれくらい遅らせて再生するかによって文字の間隔が変わるので、ここはお好みで設定してください。今回は2テンポごとに文字を出していきます。人数分コピーを作ってしまってからでもいいですが、今回は一つ一つ文字を変えつつ複製を行っていきます。複製したテキストを選んで再生位置を調整して、下のスタイルから文字を変えていく。これを人数分繰り返していきます。繰り返しの作業になるので、早送りでお送りします。ここまでできたら先ほどと同じように音楽は一度消しておきましょう。これでも十分エンドロールなのですが、実際に読んでもらうとなると5秒でもまだ早いので、後で合わせるときにより遅くします。ひとまず文字の部分は完成なのですが、書き出すときに注意点です。上の 1080p と書かれているところをタップします。下のバーのフレームレートが30のところになっていると思いますが、これを60にしておいてください。細かい話は省きたいのですが、何の操作をしているかわからない人のために一応少しだけ説明しておきます。動画とは1枚の静止画を何百何千を少しずつずらすことで成り立っております。このフレームレートとは1秒間にその静止画を何枚にするかという設定です。ですので30フレームだと1秒間30枚の静止画で成り立っているということになります。あとでこのエンドロールは速度を遅くするので、30フレームで書き出して仮に半分のスピードにすると実質15フレームでこの動画が流れることになります。そうするといわゆる動画が重い時のカクカクした動画の状態に近いものになってしまいます。映像自体は少なくとも30フレーム以上、映画は24フレームであることが多いので、それ以上のフレームレートを維持するためにこの作業を行います。
書き出しが終わったら再度新しいプロジェクトをタップし、黒い画面を追加します。例のごとく最後のロゴを消しておいて、黒い動画部分を適度な長さに伸ばしておきます。下の楽曲からエンドロールに使いたい音楽を追加します。サウンドバーをタップしてマッチカットで自動生成をオンにしておきます。ここまで来たら左側の映像部分をはめ込みます。動画を流したい再生位置にバーを合わせて、オーバーレイを押してはめ込み動画を追加を押します。好きなサイズ位置に調整をして、必要であれば動画の再生位置も微調整します。次にスタッフロール部分を追加していきます。再度オーバーレイを押して追加を行ってください。このままだと映像部分にスタッフロールの黒い画面のところがかぶってしまっているので、下の3分割の漫画フレームを押し、フィルターを押します。これで動画とかぶってるスタッフロール部分が透明になります。位置を調整したら基本的にはこれで完成なのですが、さらに細かく設定をしていきます。まず動画部分の冒頭がブツッと突然出てくるのが気に食わないので、下のアニメーションからフェードインを押して、このフェードインを押します。秒数はお好みで設定をしてください。今回は2秒にしておきます。これでじんわり動画が出てくるようになりました。終わりの方もブツッと決めてしまっているので、フェードアウトでじんわり暗くしたいんですが、キャップカットでは同じ動画素材に2つ以上のアニメーションを加えることができません。なので適当なところでクリップを分割するようにしてください。下の分割を押しましょう。そして分割した終わり側のクリップでアニメーションを押して、フェードアウトから今回はこの暗転を選びます。秒数はお好みで。次にスタッフロールの速さの調節方法についてです。スタッフロールの動画をタップして、下の速度通常から速度を調整できます。今回は 0.5 倍の長さにしていきます。これでより読みやすいいい感じになりました。あくまでもお好みの操作が続いております。完全に個人の趣味に走っております。お付き合いいただける方はぜひ最後までご視聴お願いいたします。最後のキャップカットのロゴを消すのを忘れていたので、皆さんは忘れないように気をつけてください。さらに完全に趣味を続けていきます。冒頭にメッセージを挿入していきます。下のテキストからテキストを追加をし、文字を入れます。世界観を壊さないように文字の大きさ、不透明度を調整したら、再生時間を調整し、またブツッと感が気に入らないのでアニメーションを追加していきます。冒頭は開く、終わりはぼかしというアニメーションを使っていきます。先ほどと同じように適当な位置でクリップの分割を忘れないようにしてください。
さらに続けます。歌詞文字も追加していきましょう。やり方は先ほどのテキストの挿入と全く一緒です。サウンドバーのマッチカットのおかげで簡単に長さ調整ができます。この機能は本当に便利です。繰り返しの作業でしかないので早送りしておきます。はい、これで全ての編集が終了しました。お付き合いいただきありがとうございました。最後に、冒頭では10秒ぐらいしか流さなかったこの動画の完成バージョンをフルでご覧ください。ということで、以上キャップカットを使った映画風エンドロールの作り方でした。ご視聴ありがとうございました。